こんにちは、賃貸まさきの吉田です。本日は奈良県桜井市にございますステラのですね、2階部分205号室ご紹介させていただきます。このステラなんですけどもね、単身の方向けに非常に設備が整えられた物件となっておりまして、とても住みやすい物件だと思います。早速ね、こちら室内リビングの方からご紹介始めてるんですけども、パッと見ていただいただけでもね、いろんなものが映ってると思います。照明器具であったりとかね、エアコンであったりとか、そういったものはね、すべて設備となっております。こちらね、バルコニーになるんですけども、よいしょ、バルコニーの側はね、こんな感じの見晴らしです。日当たりも結構ね、問題全くないと思いますし、割と明るめですね。またこちらのガラスなんですけども、ペアガラスを使っておりますので、閉めていただきますとね、外の音とかもほとんど聞こえないですね。こちらが水回りになるんですけども、洗濯機置き場がこの位置です。洗濯パンもおしゃれなものですね。はい、シャンプードレッサーです。反対側のこちらがね、お風呂場となりまして、浴室乾燥機付きの追い焚き付きとなっております。続きましてね、こちらが、キッチンになります。キッチンカウンタータイプになっておりまして、これもね、機能的に作られてるんですよね。すごいところにね、コンセントございますね。ここでもいいよという感じなんですかね。ちょっと高いですね。ここはね、きっと冷蔵庫を入れていただくスペースになると思います。電磁フードもね、とてもおしゃれなものを使っておりますね。お手入れもしやすそうですね。これ外すだけなんで楽そうです。シンクもね、結構使い勝手いい大きさですね。こちらね、階段になるんですけども、階段横のスペースがこんな感じでね、収納になってるんですよ。これは結構驚きですね。はい、こちらトイレです。ウォシュレット付きとなっております。こちら奥がね、洋室になりまして、洋室に使われてるね、こういった窓ガラスも全てペアガラスとなっております。こちらがね、洋服をかけていただくクローゼットになりますね。ちょっとね、扉がないんですけども、見た目どうですか？そんなに問題ないと思うんですけどもね、結構かっこよく使ってもらえるんじゃないかなと、そんな風に思います。こちらのね、お部屋なんですけども、今申し上げたようにですね、本当に設備たくさんついておりますし、単身の方に向けて作ったっていうのがちょっとこうありありと分かるような、そんな物件になっておりますので、ぜひね、お一人暮らしをお考えのお客様は、私ども賃貸のお先のホームページでですね、内容等を確認いただいて、お早めのご内見お勧めいたします。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。